J-WAVE おそ松ステーション、ステーション。J-WAVE を聞く皆さん、2週間ぶりです。J-WAVE そうです、今日は J-WAVE ナビゲーター、あゆみ担当 J-WAVE の鈴村健一なんですけど、今収録してる現在4月1日日曜日16時、今10分ぐらいになるでしょうか、今回ここ東京恵比寿ザ・ガーデンルームから公開録音の模様をお届けしたいと思います。公開録音に関してですね、前説みたいなのをしたんですけど、この前説のタイミングで、私がこういう喋りになることを伝え忘れました。なので突然こういう喋りになって今会場の皆さん少し困惑してると思います。この番組こういう風に喋るという風にやっておりますので、今日はこういう感じでやっていきたいと思います。登録も変わらずこれでやっていきます。よろしくお願いします。さて、ということで早速来てますけどね、最後のオフランスの話題、こんなメールを頂戴しました。ペンネーム、エコヒナさん、今日いらっしゃってるでしょうか。エコヒナさん、恥ずかしがらずに手を挙げられるなら挙げてください。隠しておきたいなら隠れましょう。どうやらどちらかのようでいません。はい、鈴村さん、シェーいつも楽しく聞いてます。どうもありがとう。私は現在日本在住ですが、出生はフランスです。嘘です。行ってみたかっただけです。ただ高校生の時の修学旅行がパリでした。嘘です。四国香川県でした。社会人になり初めてのボーナスでベルサイユ宮殿を観光しに行きました。すいません、これも嘘です。正解不思議発見で見ただけです。そんなわけでネットで見つけたフランス情報を書きます。カタコンブドパリという322キロという巨大な地下トンネル墓地には、至る所に人骨骸骨が散乱しており、一度足を踏み入れると二度と戻れないという噂が写真と一緒に掲載されておりました。とても興味が湧いたので、来春の新婚旅行に行ってみたいと思っています。ご想像の通りです。結婚の予定はおるご彼氏もいません。というね、早速ね、非常にウィットとエスプリに富んだメールが来てるわけでございます。さすが番組のことをよく分かっていると思いきや、このメールでボケてしまうと、僕のボケしろがなくなると、そういうことを非常に考えて、これからエコヒナさん送ってもらいたい。こんなに素晴らしいボケがあると、僕はもうこれ以上ボケようがないんです。十分面白いメールですからね。これ以上私何を言えって言うんですか。私がここから嘘をついてももう何も面白くないんです。本当に困った人だと思いますよ、エコヒナさんは。だから僕はもうこのメールについて話す気はありません。現在10分押しです。え、あ、読まなくていい。だけど思う意味ありげにカンペを入れるから読んじゃいます。いらないですね。あ、すいません。さあ、ということでね、もうこのメールはこれぐらいでいいでしょう。収録している本日4月1日エイプリルフール、嘘をついてもいい日ということで、全部嘘だらけでお届けします。なんで今全部今までの前説も今喋ってるやつも全部嘘です。これからも嘘です。嘘しか言いません。今日全部嘘です。皆さんあと3日で死にます。まあ、と言いつつもいつもの放送もほとんど嘘みたいなもん。でもずっと嘘なんじゃねえのっていうところありますけど、今日は特に嘘ついていきますので、一つよろしくお願いします。さて、こちらはテレビアニメおそ松さんについて毎回ゲストの方、出演声優さんをこのスタジオにお呼びしまして、楽しくおしゃべりしていく、そんな番組です。ではそろそろ今回のゲストの方たちにご登場いただきましょう。自己紹介お願いします。どうぞ。ラジオお聞きの皆さん、15週間ぶりですね、シュー。前回私もこの番組に登場させていただいた時はスタジオでございましたが、奇跡のトークを繰り広げてまいりました。アニメおそ松さん一松担当声優福山潤です。
いやさすがね、福山さんといえばフランスですからね、そうなんですよ。今もね、あの声優の仕事フランスから通ってらっしゃいますから、そうなんですよね。ただフランスにいるとやっぱり素敵な街なので、やっぱり虜になってしまう、そういうところにこのまま行くと声優として腐ってしまうんじゃないかなということで、日本に一旦戻ってきました、はい、フランスだけにねさあもう一方いらっしゃいます、お願いします。ラジオお聞きの皆さん、約2年ぶりです。声アニメおそ松さん、片棒担当声優、斉藤桃子です。よろしくお願いします。いやーようこと。いや斉藤さん、よかったです、はい、非常に普通に入ってきてこられて、はい、今のホッとしています。ここでなんか変なことやったら、はい、みんなで怪我するところでした、はい、助かります。ねえ、あの高録前回のねシェーウェーブ、まあ今回あのアニメ2期に合わせてこのシェーウェーブも、うん、ラジオ2期となったわけですけど、うん、1期の高録の時に来て、それ以来ですか。それ以来ですね。ねえ、2年ぶり。いや、あの本当その高録の時のもうトークがあまりにすごかったので、うん、非常に話題になりました。はい、まあ、そのあとの話も後でいろいろ聞きたいと思いますから、今日もまたとびきりの話があることを期待しています。ありがとうございます、うん、楽しみですね、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。あの福山さん、ラジオってこれでいいみたいですね、はい、普通でいいみたいですね。なるほど、そういうことだったんですね。いや、ちょっと頑張らなくていいですね普通にやりますよまあでも今回あの高録ということで、あのメンバー一体どういうものなのかなと僕も気になっていたんですけれども、あの鈴村さんが回されるということで、鈴村さんが今回の高録ゲストが私福山潤と斉藤桃子であるということを聞いたときに、旗と止まり上を向いて一抹の不安を抱えたという話を聞いたことがあります。さあ始めますではそろそろ伊丹さん、市松さん、旗坊さんにバトンタッチしてタイトルコールをお願いいたします。それではおそ松さんラジオ始まるさっすよ。アンドゥツロワーシーダジョーシェイウェイおそ松ステーション。この番組はおそ松さん制作委員会の提供でお送りする。ザンス183シーウェイブおたまさん。はい、こちらは普通のお便りをご紹介するコーナー、略しておたまさんです。アニメの感想、視線シェイユさんへのメッセージなどご紹介しますよ。今回はテレビアニメおそ松さん第2期、うん、第24話そして第25話、うん、まあ、最終話ですね、この感想メールを紹介しておしゃべりしたいと思います、お二人よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、ではまず24話の感想届いております、はい、読みましょう。ペンネームワニさんですね。爬虫類から来てるわけです、ね、でも味は鶏肉に似ていて大変さっぱりしていますから、ね、そうですね、意外と美味しいもんですよ、うん、淡白だね。あの鶏肉よりもちょっとなんていうんですかね、ふわっとしてるんですよね、うん、独特の、油っぽい部分もありまして、うんうん、結構こうそう淡白なんですけど、そういうこうちょっとなんか馬のたてがみみたいな感じですかね、似てるとしては。そうなんですか。油分豊富です。そうですね、はい、あ、メールでした。あ、すいません。そうですね、ワニの話じゃないですね、すいません、ワニさんからいただいてます、はい、すみませんゲストの福山さん、斉藤さん、シェイシェイ、公開録音開催おめでとうございます。ありがとうございます、うん、第24話拝見いたしました。両親を気遣い働き出した六つ子に人員となった反面、兄弟たちが離れてしまったことに対するおそ松の寂しさも伝わってきて、見終わった後に切なさが残りました。いよいよ次回は最終回ですね。一挙を思い返し、もう騙されないという思いを胸にオンエアを待ちたいと思います。うん、ワニさんからのメール、これはですね、おそらく最終回よりも前に送られてきてるんですね。そういうことですね、と考えるとですよ、この感動しているというのが、まあ世の中のね、はい、割とこう普通の感想と言えるんでしょう、はい、しかしこのワニさん、もう騙されないと思っている、うん、非常に正しい判断だったらそうですね、気もします。まあ、ここではまあ24話がどうだったかのお話をお二人に聞きたいですけど、どうでしたか24話。斉藤さん、24話どうでした。24話は桜でしたね。桜ですね、桜って感じで。そうですね、桜って感じで。桜はお好きですか。大好きです。ああそうですか。大好きです。どこが好きですか、桜の。なんかこうピンクで、ピンクで、女子っぽいですもんね、ひらひらってね、好きなところ、
ええ、好きですか。あの桜餅はあの、葉っぱごと食べるタイプですか。どっちですか。あ、葉っぱはね、食べ、ちょっと食べて、ちょっと剥がします。ちょっと食べて、ちょっと剥がします。ちょっと食べて、なるほど、なるほど。そうですね、もったい、でも、ちょっとは食べて、あとは剥げちゃうんですよね。剥げちゃいますね、ちょっとあんまりね。じゃないから。あ、そうですか。書いちゃいますけど、お二人はどうですか。お、お、まさか返す刀が来ると思っていますので、福山さんどうですか、桜餅は。桜餅に関してはですね、私あの、筋が歯に詰まるので、大変覚悟を決めて食べないといけないなと思います。歯の詰まりやすいんですか、やはり。大変隙間、僕ガチャバでございますので。あ、そうですか。どうしてもね、ここの葉っぱがこう刺さってるみたいなことよくなりますね。あ、なるほどね。ビーンって出ちゃってる。出ちゃいますね。繊維質に弱いんです、ね、そういうことなんでね、ちょっとしたの小さないわきみたいになっちゃいますね。あの、水圧でシュッシュッってやるね、あのやつ知ってます、あの口の中を洗うやつ、あれの、あの歯の間に挟んでシュッシュッシュッってやる機械があるんですけど、それはあの近年あの導入してみたんですけど、お家にですか。お家にです。あれね、すごいね、シュッシュッって言って、すごい取れます。あ、取れますか。あと言っときますけど、この話落ちないです。そうなんですね。びっくりですよね。落ちいいところでしたね。あの24話いかがでしたか。やっぱりあの24話と言いますか、スークール目のさ最後の最終回の前ということで節目もあるんですが、やっぱこのおそ松さんってのはやっぱ兄弟の絆であったり家族の愛だったりをまあ主眼にして描いてきましたから。そうですね。そこのところやはりあの皆さんがニートというその不遇な社会的立場にいながらも、やはりそこに関してはずっとやっぱり遺伝子というものが訴えかける親への愛、そこを描いたんじゃないかなと思います。まさにこのメールに書いてある通り、ジーン遺伝子ですね。はい。すごい、やっぱり私も頑張った方がいいですかね。そうですね。あの斉藤さん、そろそろ羽広げてみましょうか。なんか今ので僕もちょっと覚悟しました。そうですね。エイプリルフールだから、もう自分はもう包み隠して、もう嘘をつき嘘をつないで、そう思ってたところなんでしょうけど、もうもっとやっていいですよ。大丈夫です。頑張ります。可能な限り。結局あのお二人は24話の感想を言う気はないということも分かりましたので、次のメールに行きたいと思います。続いて25話、最終話の感想来ましたね。ペンネームなぎちゃんさん、おそ松さん最終回お疲れ様でした。どうもありがとうございます。疲れてないよ。あ、なぎちゃんさん、この方実はすごい方なんですよ。前回ですね、マザコン彼氏と別れたメールを読んでいただき、笑ってもらえたのが救いでしたという。あの前回のね、この番組で、あのマザコンの彼氏っていうのがいて、その彼氏がとにかくマザコンで初デートにお母さん来ちゃった。あら。で、別れる理由も、お母さんが別れた方がいいと言うから別れましたっていうね、そういう方だったんですけどね。なんて母親思いですね。ちょっと待ってください、なぎちゃんさん、ちょっとメール最後まで読みますね。さっきのメールが笑ってもらえたの救いでした。最終回は泣きの展開があるかもと思い、ティッシュを準備して待っていたんですが、一枚も使うことなく笑いっぱなしの最終回。あと公開録音イベント当選しました。あら、なぎちゃんさん、恥ずかしかったら手を挙げなくて構いませんが、もし手を挙げてもいいと言ったら、なぎちゃんさんちょっと手を挙げていただいてもよろしいでしょうか。あ、いた。ああ、ちょっともうちょっと挙げてもらっていいですか。あなたですか。今日は彼氏とは来てないんですよね。その横にお母さんがいるってオチはないですね。復縁しましたみたいなことないですね。すごかったですね、あの話ね。いや、素晴らしいお話でしたね。いや、すごかったですね。どうですか、その自分のね、彼氏がマザコンとかっていう場合、はい、そういうケースがあった場合は、私も、私の、あの旦那さんも、あの初めてのデートの時やっぱお母さん連れてきましたね。ダメなんですかね。今の主流なんですかね、そういうのは。わからないですけれども。マジっすか。はい、でもちょっと田舎の方の方なので、そういう風習がある。そういう風習がある。強度的にあるということなんですよね。なんかみんな、って言ってたから、ダメなのかななんてちょっと思ったんですけど。ちょっと待ってください。斉藤さん、それを不思議には思わなかったんですか。あ、いるなって思いました。ちょっと待ってください。夏の蚊ぐらいの感じで言うのやめてもらっていいですか。あの、記念写真
撮りましょうかって言って、なんかの、撮りましたけど、3人で。であの今の旦那様ですから、そこで ご結婚なさったわけですもんね。初めてのデートにお母様いらっしゃったんですか。でもそれもやっぱりあのお母さんが占いがすごく好きで。またすごい角度がいきますね。聞きましょう聞きましょう、占いがすごく大好きで、はい、あでも私もちょっと頑張って評論家っぽくした方がいいんですよね。いやいいです、そんなことはしなくていい。ちょっと頑張ろうと思って。全然評論家でもないですから、全然そんなことしなくていい。占いがすごく好きなんですけど、はい、はい、であの占いでね、占ったらすごい桃子ちゃんはね、すごくあなたと相性がいいから、うん、あの結婚した方がいいよって言ってたからって言ってましたけど、あ、そうなんだねって言って、やったねって。ダメなの、もうそのハッピーの方に心は向いたんですね。そうですね、めちゃくちゃいい人ですね、あなた。 ありがとうございます。あ、お母さんもすごいいい人なのでそうですね、はい、いい人なんでしょう。はい、そんなんあります、世の中。ただまあ目の前にあるという存在を見ましたからね、しかもまあ私たちはこのまあ前の期シリーズから入れると結構長い間この斉藤桃子氏とは付き合ってきましたが、はいはいね、今の話を聞いてええとは思いますが、びっくりはしないぐらいの方ですから ね、 ね、確かに僕らもなんかこうそうなんだろうなぐらいの受け入れ体制はもうできてるんです、はい、一回コブラに噛まれてる結成ができてる感じなんですよ、もう死ぬか生きるかの瀬戸際の上での結成でございますからね。確実に猛毒だと思うんですけど、なぜか効かなくなってるんです。ただそれをちゃんと体に取り入れれば最大の武器になりますからね。そうですね、はい、なんかね、だからなぎちゃんさんもね、またなんかこういう機会があったらね、うん、頑張ってまた次があると、大丈夫だよって。もう別れちゃったんですもんね、なぎちゃんさん ね、 またでもね。いや今ここ高6でね、はい、あのみんなの顔見ながら僕はちょっと話聞いてたんですけど、はい、もうすっごいゲラゲラ笑ってる人と、はい、スンって顔してる人がちょうど半分ずつぐらいいるんですよ。でも何回か一緒に出かけましたね、あの結婚される前の旦那さんよりもお母様と二人で一緒に出かけたりとかとかもありましたし、お父さんがいた時もありましたお父さんもお父さんって言って、まああのいわゆる家族ぐるみのお付き合いってやつですね。初手から初手から家族ぐるみなんです、ね。いやなるほど。いや確かに僕もそれ結婚前にね、その会いに行ったりしますし、一緒にご飯食べたりとか全然しますけど、はい、いや初手はいないと思いますよ。そうなでもなんかそういうことなのかなと思って。あもういきなりね、はい。そんなに気に入ってくれたのって聞いたら、うん、違うよって。いつもこんな感じ言ってたから、あ、そうなんだちょっとあの、地方の方の方だったのでなんか、あ、そういうのそれ強調しますけどそんなことないですからね。そうなんですか。地方の方みんなそうじゃないと思うそっかめっちゃ強調しますね、さっきからそれ地方の方何なんですかなんかね、せっかくだからねせっかく来てるから、はい、お母さんも、はい、あそういうことですか、はい、いっぱいどこ行こうかなって調べて、うん、で一緒に行って、はい、え、もう1日一緒にいたんですか。1日中ですね。でもそれ初デートですか。初に近かったですね。すごい、いやいい人。めっちゃ何がおかしいんでしょうね、うん、今のね、あの多分あの何を驚いているのかしらというところなのかもしれませんね。ただまあ私本当に思うんですけど、この方のこの度量は日本という世界では狭すぎる気がするんですね。あーそうですね。でもそんなにそんなにすごい仲良しってわけでもなくて、あのたまにね、あの実家に帰ったらどうだいって言われる時があるんです、主人に、ね、そういう時に、あ今だいいんですか話して。いいんですよ、もう止めるならもっと前に止めてますはい、でねたまにね帰ったらって言われるんですけど、あそっかと思って、でも実家に帰るよりは外国に行った方が楽しいなと思って、でもガラガラとかねスーツケース持ってたらバレちゃうから、うん、リュック一つであのバックパッカーしようと思って東南アジアを一周したんですけどじゃあその時寂しかったからね、あの二人のラジオ聞きました寂しいと思ったいいなあ、滑らんわ、なんやねん鈴村さん、僕は戦い方 の、 あのエンジンをフル回転させなきゃいけないんです、ね、そうですね、あっという間に翼広げてきましたよ、広げたところが成層圏の体までも、
すごいですね、はい、エンジンかけたらこんなになってしまうんですね、はい、羽ばたいたら遥か彼方ですよ、すごいわ、はい、いやー、結局ね、はい、最終回の話してないんですよ。まあ、ええかと思ってます、はい、次のメール行きたいと思います、はい、さらに、はい、ここからは、はい、ゲストの福山さん、斉藤さんの質問のお便りが届いてありがとうございます。しましょうか。はい、そうですね、うん、ちょっとじゃあ こちらからいきます。はい、はい、いや先に福山さんいじっていいですか。大変あのお優しい、そうですよね、お心遣いありがとうございます。そういう感じですよね、そうですね、スイカ大福一個入りさん、男性の方ですね、どうもありがとうございます、皆さんシェーシェーシェー、ゲストの福山さんに質問です、先日中村雄一さんがゲストに来た回を聞いて、六つ子の関係性についていろいろ興味深かったんですが、第2期が終わってみて、あれここ変わってたかもとか、あ全然変わってないなみたいな感想ありますでしょうか。今日は別の声優イベントがあり高録には行けないので配信楽しみにしてますよ、多分これはあのおそらくその中村のイベントにでも行ってるんじゃないですか、ね、かもしれません、かもしれませんね、まあ、あの中村くんが来てくれた時にね、はい、話してたんですけど、はい、あの1期と2期でやっぱりちょっとキャラクターの描き方が若干違ったんじゃないか、はい、あの特にこうカラマツなんてのは割とみんなの輪に入ることも多かったよねって話があったんです、はいはい、まあ、そういう観点で見て市松はどうだったかという話をちょっとしたいかな、なるほど、いかがですか。やはりあの最初の頃はあのだいぶあの仕掛けと言いますか、市松の設定をここで改めて見させていただくと皮肉屋であり、はい、あそしてまあ、ね、あのこう、まあ、家族 のことを思っていながらもその素直に喋れないというところもあり、うん、そして何よりも理由がなくカラマツのことが嫌いと、ね、だから最初の頃、ね、第一期の最初の頃はカラマツが何か言うと、うん、ってこう睨んだりとか、うん、ただこう襟首を掴んだりとかしていたんですね。確かになんかちょっとバチッとしてた気がしますね。ただあの市松事変以降ですね、はあ、それがなくなったんです。あ、それやっぱあったんでしょうね、いろいろね、何かあったのと、おそらくです、脚本の松原秀が面倒くさくなったんだと思います。確かに、で、中村さんも同じようなこと言ってまして、カラマツの初期の設定には、あの六つ子の中の参謀役って書いてあった。一度もその参謀がそして尾崎尾崎と言ってますが、はい、あの形のサングラスと革ジャンは尾崎は着てない。そうですね、どっちかというと浜翔ですからね。そうですね銀杯とかそっちですからね、キャロルとかね、なのでそういったとこも踏まえて改めて変わったことがあるとすれば、松原秀の気分が変わったと。なるほど、確かにその中村さんとはどうして変わったのかみたいな話をちょっとしたんですけど、結果は出なかったんですけど、今のが結果ですね。そういうことなんだと思いますね。あ、確かにそうかもしれない、しゅうがない話です、まあ、逆さあじゃあ次のメールこんなにノッキングすることもないんですけどなんかこうピタッピタッと止まるんですよ、ノッキングオンザドアって言いますからね心をコンコン、ヨンプラザ中野さんからメールが来ております。どうもありがとうございます。ナビゲーターの須村さん、ゲストの福山さん、斉藤さん、シェーシェー、公開録音おめでとうございます。ありがとうございます。ちなみに僕は別のイベントに行くのでそこにはありましたそうなんですね。この方も男性なんです。先ほどの方も男性でした。何ですか、裏でなんかアイドルなんとかみたいなのやってるんですか、かもしれません、やってるんでしょうね、何ライブか知りませんけどね、ですけどね、さて斉藤さんに質問ですと、はい、斉藤さんは2期になって腹話術、ユーマ探検隊など、はい、イヤミチビタと共演することが多かった気がしますが、2期を通しての感想が聞きたいです、お願いしますということで、あ、まあ、2期やってみて、はい、1期とは違ったとことか、はい、まあ、1期に比べて2期はこういうふうにいろいろ絡みがあったな、何かこう変わったこととかありました。あの1期の時よりも、やっぱりあの2期の方がたくさん登場させていただいて、確かにそうでしたね、はい、すごい嬉しかったんですが、うん、なんかあのなかなか本来のハタボーが出てこないっていうか、なるほど、本来のね、はい、ちょっと待ってください、本来をちょっと説明していただいてあの斉藤さんが考えてらっしゃる本来のハタボーとはどこにいるのかというのを、なんか
ダボラジョみたいな感じじゃなくて、なんかの、リンゴ王子様から始まり、なんかの、友達が欲しい女王の会、彼女が欲しい女王の会では、あの、なんで感情をね、あんまり込めないでミステリアスに演じてくださいって。確かにそういうね、変わった。あと低い声でちょっとこう、なんかおじいさんとかフィクサーみたいなのやってくれとか、なんかありましたね。なかなか出てこなかったんです。あ、普通のハタボーが、はい、そこにちょっと困惑しましたね、しばらく。今気づきましたけど、そういやそうですね。そうですよね、気づいてくださいました、よかったです。シャーザーですよね、シャーザー。あ、そうだそうです、シャーザーですもんね、はい、シャーザーかどうかわからないんですけど。しかも最終回シャーザー死んでましたね。死んでましたね。あの後見つかってやられましたね、あれね。シャーザーもいたし、ハタボーもいたんで、もうじゃあシャーザーじゃねえんだっていうの、もう二人とももろともだったんだっていう。そうでしたね、そういうことでしたね。そうですね、じゃあやっぱ本来のハタボーがやりたかった、そういうこうちょっと自分の中ではもやっとしたのはあるんですか。そうで、でもあのユーマ探検隊っていうのが、あれはハタボーじゃないですか。そうなんだ、あれはすごく楽しくやらせていただきまして、あの頭のね、はい、歌ありましたよね。頑張りましたね。頑張りましたね。はい、あれ、あれですよ、私と、あのハタボーと十四松の小野大輔、で、当然脚本の松原氏、監督藤田氏、あそこに歌ってユーマ探検隊ってこう音符マークが入ってるんですよね、はい、だからあの歌を歌ってほしいというね、注文はありましたよ、ありました。ですけど別に音源がこうだとか、はい、そういう説明は一切ないわけです。なるほど、だからなんとなく現場でもしかしてなんかそういうメロディーラインありますかって聞いてみようと思って、僕はもうノープランで行ったんですよ、そしたらね、監督に聞いたら、いやないっすよそんなの勝手にやってください、勝手に歌ってくださいと、大丈夫ですよ、3人ならできますぐらいのことに、そしたら、小野 D さんと、小野 D さん、桃子氏は、はい、歌考えてきたんすよ満面の笑顔、でしたよね。はい、一生懸命あの2人でどっちの方がいいかなっていうのを、練習してて、でもやっぱ鈴村さんにも聞かないとね、鈴村さんってね、聞いたら、なんか僕はね、なんかあんま考えてないよって言ってたけど、本番になったらやっぱりちゃんと自分のものを持ってたんですよね。そうですね。なんかメロディアスに歌ってくださって、私たちは結局どっちがいいか決められないまま本番を迎えたんですけど。そうですね。だから結果、採用されたのは割と僕のメロディーです。そうなんです。鈴村さんが、マイルドっていうか統一させてくれて、 すごい上手な感じに、すげえエキセントリックなメロディーラインを用意してきたんですよ。覚えてます？もう忘れてますが、さすがに覚えてないですよね。なんかすごい変なメロディーラインを用意してましたよね、まあ、そうです、ただの音痴だと思うんですけれども、なんか僕がやったのは、ユーマ探検隊みたいな、誰もが思いつきそうなやつです、なんかユーマ探検隊それは小野 D がそんなの用意してなんでそんなマイナーラインで何かこう、あいつは考える時間があると必ず裏に入っていってしまいますね暗い暗いみたいな、それに対してちょっとみんなができそうにないメロディーラインを、あら、斉藤氏は覚えてらっしゃいますか。私はもう絵のまんまだったから、普通に、ユーマ探検隊みたいな、なんか、デュワーみたいな感じだったと思う。違いますね、多分。いや、でもね、ちょっと違ったんですよ。多分違ったと思います。これはユーマ探検隊みたいな。なんか、すごい変なためがあったんですよ。で、口パクが確かに、はぁ、はぁ、はんはんはんになってるんです、絵が、はい、それに合わせて作ってきたんですよ、違ったって言われました、確かテンポ違うよって、すごいテンポで、はい、なんかどのリズムにも入らないその休符、何休符なの、どんなボクサーでも避けるリズムで来るんですよ、必ずずらされて当たるんですよ、外してくるなっていうでしたよ。ユーマさんすごい覚えてます、はい、ね、あん現在10分押しです、読まないでくださいと、あ、でも
も現在もということはずっと同じ進行でいけてるってことですか。さすがですよ、ちゃんと、そういうことです、タイムちゃんとタイムキーパーできてるということです、はい、巻いてくださいとか書いた方がいいんじゃないですか、このままいけますよ、カンペは察してくださいではないですからね、まあそんなわけで、はい、これでこのコーナー終わります。わかりました、はい、終わります。楽しかったんで。十分楽しかったです。はい。以上、お便りをご紹介するコーナー、おたまつさんでした。今までたくさんの感想メール、出演者へのメール、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。1、8、3、CMM! おしまつさん。はい、こちらはアニメおそ松さん関連のお知らせをご紹介するコーナー、略しておし松さんです。なぜ高6でやらなきゃいけないんでしょう、これを。まずパッケージ情報センターの福山さん。はい、こちら向こう正面にあるパッケージ情報センターのシェールブのアナウンサー福山です。おそ松さん第2期ブルーレイ &DVD 第1末、第2末、第2末、第4末、発売中でございます。第5末は 4月27日発売です。予約をお忘れなく。以上、向こう正面 の情報センターの福山純がお伝えしました。スタジオマイクをお返しいたします。はいはい、向こう上面の福山さん、どうもありがとうございました。いや、いいですね。テンションの方が先に行って口がついてきてない感じが最高に好きでした。さあ、ここで追加情報です。現場の斉藤さん。はい、こちら現場の斉藤です。おはち情報をお伝えします。 AOP が歌う第2期第2クールオープニングテーマ幻リンクザ・おそ松さんズ・ウィズ松の手6兄弟が歌うエンディングテーマ大人割る 6×子供 ×6 ともに発売中じゃよ。誰なんだどちらもチェックお願いします。以上、斉藤桃子がお伝えしました。スタジオにお戻しします。斉藤さん、ありがとうございました。果たして斉藤さんだったかもわからないですけど、ね、誰だったんでしょうね。おっと、ここでさらに追加情報です。おそ松ステーションの鈴村さん。はい、こちら。はい、おそ松ステーションのお鈴村です。さあ、お知らせをするかな。いや、しないかな。あれもするのかな。いや、しないかもしれない。でもした方がいいのかな。でも言いたいな。うわー、早く言いたいな、お知らせ。いや、でもやっぱりやめようかな。うーん、でも言っちゃう。ん？うーん、でもやめようかな。でも言おうかな。じゃあやっぱり言うよー。からの言わない。でも言うよ。なんと、シェーウェーブおそ松ステーションが待望の CD 化です。4月11日水曜日に発売することを決定しました。やりました。さあ、 CD のタイトル決まっております。題しておそ松さん第2期 J-WAVE おそ松ステーション DJ CD です。DJCD にかけて CD になっています。さあ、これまでの配信内容に加えて CD 限定のゲストの撮り下ろしパートも収録されています。これ用に撮りましたから、終演後に当会場でも予約が可能なんです。しかも会場限定特典付きです。予約しないとヤバいです。ここだけ嘘じゃありません。ということで、今日ここにいらっしゃる皆さんはイベントが終わり次第速攻予約してください。お願いします。以上、おそ松ステーションより鈴村がお伝えしました。スタジオにお戻しします。はい、鈴村さん、ありがとうございました。以上、お知らせを紹介するコーナー、おしまつさんでした。ではここで1曲お聴きください。テレビアニメおそ松さん第2期第2クールエンディングテーマ大人割る 6×子供 ×6。これ聞きます。僕らがかけられて爆発されるのを思い浮かべてくださいイメージして、みんなの何松が今爆発しそうになっているのかイメージして、はい、今俺がアップです。あー、いいね。スロード落ちてきますよ、来てるね、来てるね。
あー今押してきてるわ、ベトベトだ。なってるね。次の B メロぐらいで目からなんかふわーってなるよね。泣くよ。あ、来た。ほら来た。今もう目からふわーってなんか、ここからふわーって出とる出とる。出てる。あ、そろそろまだ。爆発する。爆発する。これちょっとレアだよね、なんか。あの、ムツゴじゃなくて、ジュンが爆発するパターン。すごい。これはすごい。だから肩の関節は外れですけど、目ん玉を飛び出すすべを持ってなかったのが残念ですね。ああ、そうだね。今、残念を残念って言ったけどね。ワン、エイト、スリー、シーウェイ。岡本さん。こちらはおそ松さん、出演シェイユさんへの質問、失礼、どうかしてるナンセンスでシュールな質問を受け付けお答えするコーナー、略したおこ松さんです。さあ、ルールを説明します。ここにですね、おそ松、から松、ちょろ松、いち松、十四松、とど松を書いた6枚のパネルがございます。伏せられた面には1から6の番号を振られております。で、さらにですね、リスナーさんから届いた1から6の質問がここにございます。1、ペンネームキョロティーヌさんからの質問、カニがじゃんけん大会で優勝する方法を教えてください。2番、ペンネームリアルまんじゅう小林さんからの質問です。頭隠して尻隠さずと言いますが、頭と尻の間にある他の部位は一体どのような状態になっているのか気になって夜も眠れません。教えてください。3番、ペンネームおそざんまいさんからの質問、最近肌荒れがひどいのですが、肌荒れによく効く一発ギャグを教えてください。4番、ペンネームにぼしさんからの質問、ご近所さんがケンタウロスになってしまいました、どうお付き合いすればいいですか。5番、ペンネーム大パンゲンさんからの質問、いつも楽しく親子でおそ松さんを拝見しております。先日小学校1年生の息子に将来の夢を尋ねたところ、ニートと言われました。可愛い我が子の夢を応援するべきでしょうか、悩んでいます。6番、ペンネームヤリイカさんからの質問、心の拠り所にしていたおそ松さんが終わってしまいました。4月から何を拠り所に生きていけばいいか分かりません。おそ松さんの代わりになる野菜を教えてください。この6つの質問がそれぞれこのパネルに対応しているわけでございます。はい、さあ、このパネルを選んでお二人にはこの質問にバンバン答えていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さあ、では早速パネル選んでいきましょう。はい、おそ松、から松、ちょろ松、いち松、十四松、とど松、さあどれを選びましょうか。じゃあ斉藤さんからいきましょうかね。はい、はい、私もじゃあどうしようかな。はい、私じゃあ最近好きだから十四松。十四松、最近は十四松が好きということでございます。はい、では十四松を選ばれました。はい、では十四松は何番でしょうか。こちら2番、2番ということで、リアルまんじゅう小愛さんからの質問、はい、頭隠して尻隠さずと言いますか、頭と尻の間にある他の部位は一体どのような状態になっているのか気になっても夜も眠れません、教えてくださいということ。はい、これはもうむしろもうご存知ですもんね、いろいろね、この状態。そうですね、いろいろ知ってますね。うんうん、やっぱりあの真ん中のあたりですから、一番中途半端で、最も屈辱的な状態を表すと思います。屈辱的なんですね。そうですね、多分。具体的な状態としてはどういう屈辱的な状態っていうのは？みんなになんかこう、刺さるほど見られてる感じ。ああ、なるほど。はい、つまりだからもう頭も隠して、お尻も隠してないんで、はい、お尻ももう見えてるんですけど、実は逆にそれ以上に見えてしまっている。そうですね。その間の部分は。もう何にも
ね、まとってない状態、うん、あつまり最終的にはまあ赤塚さんではなく永井豪さんの血行仮面であるというそういうことですね、結構結構ですね、頭隠して体隠さずして、そうですね、血行仮面はご存知ですか。いやー今は知った顔をしましたね。あそうですか僕もね、そんな気がしたんで聞いてみたんですけどね、素直ですね、さすがです、お見事です。さあ、このペースでいきますんで今日いっぱいいけると思います、いけると思います。さあ、はい、何松いきましょう、福山さん、はい、そうですね、私じゃあおそ松でいきましょうかね。おそ松ですね、ではおそ松を選びました。おそ松は何番でしょう。6番。ペンネームヤリイカさんですね。心の拠り所にしていたおそ松さんが終わったので、おそ松さんの代わりになる野菜教えてくださいということ、ズバリ何なんでしょうかね。これは僕が一番引くなと心から思っていたやつですね。ああそうですか、野菜というものが何もわからないので、ああもう福山さんなんかもう野菜には本当に疎いですもんね。そうですね、やっぱり肉食でございますから、僕もう何かあったら肉肉肉と肉欲の塊ですから、もうベータカルシウムが必要ないと。キュウリ昨日初めて知りましたもんね、キュウリっていうのはあれ熱したら単にあのお湯が出てくるだけのものじゃないのと思ってましたから、すごいこと言いますね、もう本当そういう価値観で生きてきましたが、ただまあ野菜というならばやはり寄りかかるというところにやっぱ引っかかりを覚えますね。なのでやっぱり寄りかかれるものが野菜であった方がいいのであろうと思うので、その観点から野菜を選んでみたいと思います。ほうほう、そうです、寄りかかることができる野菜、寄りかかれる野菜、やはりこれは粘り腰、やっぱ寄りかかるには粘り腰が必要ですから、粘り腰がある野菜、これはやっぱり一個しかありませんね。何ですか。自然薯でございます。皆さんぜひともですね、あのね、ヤリイカさんはですね、あの山にこもりまして自然薯を掘って、いきなり引っこ抜くと折れますから、下の方までやってからそこで、そこに穴もできますからね、そこに向かって自然薯に寄りかかってください。きっと粘り腰が効けると思いますね。そうですね。その穴でもう最終的には暮らしてもいいと。そうです。もう栄養を取るには自然薯がありません。なるほどね。おいしんぼでも言ってましたもんね。そうですね、本当に辛くなっても粘ってください。そうですよ、粘ってください、粘ってください。さあまだまだいきます。何松を選びましょうかね。私ですよね、はいはい、私はまた最近好きになれたらいいなって思ってる。もともと好きで今はもう好きじゃないですね、はい、いやもともとも好きじゃなかったんこれから言われる人の名前がね、今からそれを大発表なさるわけですね。そうですね、何松ですか。まだ一回も通ったことがないので、うん、好きになりたいなって思ってる、チョロ松。チョロ松くん、はい、チョロ松なんですね、はい、チョロ松は何番でしょうか。3番。ペンネームおそざんまいさんからの質問ですね、はい、最近肌荒れがひどいのですが、あ、女性にはねちょうど聞きたいですね。肌荒れがひどいのですが、肌荒れによく効く一発ギャグを教えてそうなんだな世によって斉藤さんが、はい、これを引かれるということで、はい、僕はあの福山さんが引けばいいなと思っていた、そうですやつですね、これはね私ね、やっぱりねみんなも期待してると思うので、じゅんさんにプレゼントしたいと思います。こういう取引するんですね。あの、彼女はやはりあの天然の皮をかぶった悪魔ですね。そうですね、かなりの悪魔ですね、僕はこれは別にあの出たら出たで答えれますよというだけで、決してあの、はい、最善解があるわけではないと。ああそうですか、でもまあこういう流れですし、はい、ちょっとお願いしていいですか。そうですね、まああの本当にこれあの一発ギャグというのは、あのマイク持ち帰るんですよ、細かく考える必要はないんですよ。動きでいくんだ、はい、今ラジオを聴きの皆さんわかんないと思うんですけど、彼はステージの面に歩いていっています。いわゆるあの皆さんがこう肌荒れをした時、まあ、大体あのすぐに化粧品を変えるなんてありますが、それはちょっとやっぱりやめた方がいいですね。肌荒れして炎症を起こしてるわけですから、そこら辺のものを化粧品を変えたりというよりもなんかそれ炎症を抑える方向がいいということで、そっとしておくのがいいかもしれない。そんな時に心を落ち着けるための一発ギャグなんていうのを披露したいと思いますね。はい、いきます。ビキニ、あ、ニキビはい、今のはちょっと説明いたしますと、これね、何がありますかと、
これは行動があるわけです。皆さん、最初の質問何でしたっけ？肌荒れがすごいね。肌荒れです。肌荒れ。肌荒れによく聞く。一般、肌荒れによく聞く。肌荒れをしてるときはガサガサですよね。肌荒れが、肌荒れがない、いい状態だったらスベスベでございます。こちらの方で一回滑っていただきまして、皆さんの心がスベスベしていただきました。肌荒れもなるのではないかと思います。どうもありがとうございました。いやー。ハート強いですね。あともう前々から思ってましたけど、はい、福山さんは世界はダジャレで救えると本気で思ってるんだと思うんです。なるほど、こういう人みたいな人に総理大臣とかになってもらいたいですよね。明るくなりますね。国会答弁とか面白いでしょうね、きっと、そうですね、謝りたいですね、総理って。すごい過ぎた。さあ、何松を選びましょう、はい、うん、また俺ですか、そうです当たり前じゃないですか、わ、ね、かりました、じゃあ、何が残ってるんですか、今ね、空松、市松、とど松が残っております、なるほど、やっぱり市松と行くのもちょっとね、あれですからね、うん、今回ね、このシリーズでね、キャラが大きく変わり、はい、叫びキャラに変わりました、とど松さんでいきますね、とど松ですね、はい、とど松は何番でしょうか、5番ですよね、はい、お、はい、じゃあ、5番もらいます、すさまじく自由、こんな人いましたよ、僕も長年 MC やってますけど見たことのないケースじゃああげます、あげます、ここまで言われたらお返ししないといけないですからね、はい、メール読みますよ、大パイゲンさんからいただきましたけどね、はい、いつも楽しく親子でおそ松さん拝見します、はい、小学校1年生の息子の将来の夢がニートと、可愛い我が子の夢応援するべきでしょうか悩んでいますという質問に対しても斉藤さん、はい、ちゃんとしたお答えがあるということですよね、そうですね、ちゃんとした答えがあります、あるんですね、はい、ちょっとじゃあもうお願いしていいですか、ありがとうございます、やっぱり小学校1年生ということで、うん、まだね息子さんお若いので、だいぶ若いですね、これからね、夢はやっぱりね、コロコロ変わっていくと思うんです、改めて言わなくても分かったと思いますけどね、はい、だからね、応援してあげるのが一番いいと思うんですね、はい、で、どういう風に応援するのか、応援しちゃうんですか、これ、はい、ニートですよ、はい、はい、どういう風に応援するのかを悩んでいらっしゃる、はい、ということなのでですね、私もですね、はい、昨年ですね、お母さんになったので、ああ、そうですよね、はい、ありがとうございます、お母さんになりましたね、それで、やっぱりお着替えさせたりとか、ご飯食べさせたりとか、お風呂に入れたりっていうのは結構嫌がるので、そんな時はね、お歌を歌って、楽しくお風呂に入れてあげたり、ご飯あげたりとかしているんですね。だからやっぱ歌を歌うっていうのが、一番いいんじゃないかなって思ってるんです。なので、今日はね、大パンケイさんのね、息子さんに送る応援歌っていうのを、はい、鈴村さんが。ふざけんなよ。はい、それが私の導き出した答えですね。はい。私は一つ決めたことがあります、はい、3期のシェーウェーブがあっても、はい、彼女を高録に呼ぶことはしません、そんなことやめてくださいよじゃあ僕がこのニートで、はい、あるニートを目指している小学校の息子さんに応援の歌を歌えばいいんですね、はい、歌ってみましょう、子供が喜ぶような感じでが喜ぶような歌ですね、はい、そうですね、下野紘さんじゃないですから、そんな急にできませんよ僕だって、じゃあやりますか、はい、はい、じゃあ、はい、じゃあ、大ファイゲンさんの息子さん、はい、ニートを目指す小学校1年生の息子さんに送る曲です、チェリーパイ、チェリーパイお母さんの
チェリーパイだけ食べて過ごすのかい、そうかい、チェリーパイ、おっぱいから離れようぜ。あふにと、それは引きこもりにと、それは家から出ないことにと。ローラと似てるって言うな。ニート、ミートは肉。そろそろ見失ってきているだろう。お前も俺も。よし。あ、時間。すごい。ずっとあの非常口のランプを見ながら歌いました。次からね、斉、はい、藤さんを、はい、高録には呼ばないという。はい、歌いたいくせに。ぜひともですね、次の高録はですね、通ったことがないと言っていたので、神谷さんとブッキングをしていただいて、神谷さんには斉藤氏がいるということを内緒にしていただきたい。あ、それはいいと思う。神谷さんをまずブッキングしてから斉藤さん。そうですね。いやでも本番終わった後僕が怒られそうな気がする。圭一くんちょっといいかなっていう。そうね。以上質問を受付お答えするコーナー略しておこまつさんでした。今までたくさんの頭をか失礼たくさんの楽しい投稿ありがとうございました。ワン、エイト、スリー、シェーメーブ。すごい上手ですね。おそ松ステーションシェー。ラジオステローシェー、ラジオマラマキャン、ラジオマラストラファンド。さてそろそろお別れのお時間です。今回は一松担当声優福山潤さん、そして旗坊担当声優斉藤桃子さんにゲストにお越しいただきました。お二人いかがだったでしょうか。福山さんどうでしたか。いや素晴らしい、このなんていうかエネルギーと言いますか、このケミストリーっていうんですか、そうですね、この化学反応を感じれたということで、私フランスから逃げ帰ってきたんですけれども、そうでしたね、今日をもって日本からフランスへ逃げ帰りたいと思います。そうですか。ここは危険です。そうですね。いや本当ケミストリーですよね。なんかもう塩素とそうじゃない中性洗剤を混ぜたような、密室では絶対やってはいけないやつですね。そういったものを見れたので私はもう十分満足でございます。あ、そうですか。いや本当にね、またフランスに行っても日本のこと嫌いにならないでくださいね。わかりました。日本のことは危険視しています。あ、そうですか。さあそんなね、一人の人間を日本から追いやった斉藤さん、いかがですか。そんなことないですよ。この VTR 越しではジュンさんと一緒にイベントに出たことはあるんですけど、だちょっとだけ登壇したとか以外はあんまり一緒に絡んだことがなかったので。なるほどなるほど、はい、ずっと長年やっていた作品でスタッフがも大変分かってらして、必ず VTR でしか出さないという、そういう方式をやっておりましてね。いやそちらのスタッフは頭がいいですね。VTR 越しでもいつも優しくしていただいていて、必ず VTR 撮るときは、はい、スタジオにジュンさんはいますかっていうのを確認してて、どの作品でも何しても優しく突っ込んでくれるなっていうのがあって。なるほど。はい、今回もね、対面と言いますか、実際もやっぱり優しく突っ込んでくださったので、面白かったですね。そうですか、はい、これ厳しくは突っ込めないと思いますよ。で、鈴村さんはやっぱり歌いたがりさんで、いやこれっぽちもそんな様子なかったんですけどね。すごいあっぱれって感じです。そうですね。これを機に鈴間さんは歌いたがるという、やめとけ。お前もそれはやめとけ。ちょっと過ぎましたね。そういうの音声で残して今の時代どっか流れるから、急にもう口調も変わってるけど、まさか最後の最後でキャラを忘れてしまうということになりましたが、まあそういった鈴浦さん、今回でシェーブが最終回ということですが、通しましていかがでしたか。いや本当にでもね、私
やっててよかったなと思いました、うん、今日の最終回らしい最終回だったと思います、うんうんうん、本当斉藤さんのおかげで、うん、いや福山さんももちろん素晴らしいんですよ、うん、でも通常放送も来ていただきました、はい、でも斉藤さんは今回は高録だけになりましたから、はい、そういう意味で、今思いました、はい、赤塚不二夫の生まれ変わりの可能性がある、はい、赤塚イズムの正統継承者であると、そんな気すらしてます、はい、光栄ですね、はい、嬉しいです、受け止める、本当にそう思いますよね、このこうなんていうか、もうこじれ具合は、はたぼうを聞いた瞬間に、うん、彼女がはたぼうなのであるというね、はい、そういった錯覚を起こしたぐらいですか、ね、そうです、素晴らしいですね、いや本当そう思いました、だからなんか先生が来てくれたぐらいの気持ちになりましたから、本当に今日最終回っぽくてよかったです、ご苦労様です、ありがとうございました、ありがとうございました、本当にたくさんの方ね、今までも応援してくださってありがとうございました、またね、おそ松さんがもしかしたら3期があればね、このラジオもやれっていう話来ると思いますから、うん、そ3期まずやってもらわないことには困りますから、そうですね、ラジオだけやるわけに多分いかないんでね、ですからしかるべきところにね、3期やれくばバカ野郎と、はい、メールでも送ってくださいよ、はい、そしたらついでにラジオもやれってちっちゃくでいいから書いておいてください、はい、ね、うん、ね、はい、その時またね、はい、斉藤さん以外とお会いしましょう、はい、ありがとうございます、はい、さあそれではシェーウェイブおそ松ステージはここまでです、お相手は嫌味役鈴村健一と市松康福山潤と そのままシュール、はい、それとはい、片棒役の斉藤桃子でしたシェシェーウェーブおそ松スタイル、この番組はおそ松さん制作委員会の提供でお送りしました、ダンス、オーソマチアサウンド、シェイウェイ、シェイウェイ。